それが何かって言ったら、じゃらーん、モチベーションが上がる。その時何を買うかって言ったら1万円以内のこれ。もう香りが覚えてるんです、香りを。やっぱ涙出そう。 BTS のジョングクが愛用しているそうです。ドヒャーみたいな。大好きになって大好きな彼やお金や世界から愛され、愛も富を美も手に入れ、夢を楽しく軽やかにサクサクどんどん叶えていく方法をお伝えしているチャンネルとなっております。はい、本日のテーマはこれです。香りで自分が上がる、モチベーションが上がる香水を紹介します。ということで、まあ本日も私の大好きな香水の話となります。過去ね、何回か香水系の動画を出してるんだけれども、今日はまた今までとは違った紹介になります。それが何かって言ったら、じゃらーん、モチベーションが上がる香りはね、癒されるとかロマンチックになるとかいろいろありますが、今日お出しする香りはモチベーションが上がる、もうめちゃめちゃやる気になる、そんな香りのご紹介。はい、ということで、私の大好きな香り、これまでね出してないものなんだよ、出してないものなんだけど出しちゃいますということで、ぜひお楽しみください。それでは早速行ってみましょう。はい、ちょっとまだサムネイルを見てないかわかんないんだけど、サムネイルでバレてるかもしれないじゃん、エルメス、やらららん、エルメスですね。はい、私ね、普段ね、エグゼクティブコンカネルヴィーナス婚活塾という人生レベルでステージアップをする婚活塾をお伝えしていて、先ほども出会い面談をもう今日ずっとしてたんですけれども、もうそこで何人もの方がエルメスきっかけできました。私もエルメス買いたいですっていうお声をたくさんいただきまして、 YouTube から飛んできましたとかね、いやー広がってすごいよということで、エルメスなんですはい、今日ご紹介するのはこちら2つのご紹介で、エルメスのナイルの庭、そしてリシの庭っていうところで庭シリーズについてご紹介をしていきます。でね、この庭シリーズというのは世界各国の庭園をイメージした香りなんですよ。で、これまで6つ出ておりまして、私はその中の2つを愛用しております。まずちょっと時系列でお伝えしていきますと、2003年に地中海の庭、2005年にナイルの庭、2008年にモンスーンの庭、2011年に屋根の裏の庭、2015年にリシの庭、2019年にラグーナの庭ということで、まあ、これまでね6つ出てるんですね。で、その中でね、おそらく一番メジャーで一番人気なのがこちら、じゃん、じゃないや、ナイルの庭でございます。はい、嗅ぎましょう。やばい、もうテンション上がりまくりですわ。やっぱり嗅ぐとどうしたらいい。このナイルの庭のご紹介をちょっとね、あのエルメスの公式ホームページからご紹介していきます。はい、読みます。陽光と生命力、自然の豊かさとキラキラとした輝きのある庭、グリーンマンゴー、ロータス、シカモアウッドを思わせる香りという難しいですね。ってことでまとめます。一言で言うと、ほんのりと甘く爽やかなグリーン系の香りとなります。もう色がさ、グリーンでしょ、だからさ、なんとなく想像しない、グリーン系だなって。イエス、グリーンなんです。グレープフルーツ系の柑橘系の香りから森林を感じさせるグリーン系、万人受けする爽やかな香りなので、男女ともに使えるユニセックスな香水です。グリーンと植物の匂いで、水と砂の匂いからみずみずしさを表現したナチュラルで爽やかな柑橘系の香りです。でね、だんだんね、あのグリーンマンゴーの甘い香りも加わってくんだよ。あ、くくんだよって、甘い香りも加わってくるんです。あのね、爽やかなんだけれども、フルーティーな甘やかさもほんのり感じるんです。あー、めちゃくちゃいい香り。トップがグレープフルーツとグリーンマンゴーで、だんだんヒアシンス、ロータスフラワーで、ベースがアイリスムスク、インセンスでございます。はい、ということで、ほんとね、基本的にはこう爽やかな香りって
春夏に適してるから、もう夏シーズンこれつけるだけで男の人でもつけてほしいぐらい爽やかです。いい香り、どうしたらいい？で、なんで私がこのテンション上がるかって言ったら、エルメスだからなんですよ。エルメスだから。だってね、このエルメスってそもそもね高いんです。で、いきなりね何十万とかさ、今でこそバーキンケリーバンバン買ってたりとか、ちょっと異素材オーストリッチとかクロコちゃんとかご紹介いただくけれども、そんなさ買えない時期ってあるわけなんですね。エルメスに憧れを抱きながら買えない、そんな時何を買うかって言ったら1万円以内のこれ。はい、こちらはなんと 30ml で8690円でございます。これは50ml だから12760円です。これより小さいサイズのこっちとか 30ml は1万円以内で買えるんですよ。エルメスの香り、エルメスのお店ってエルメスの香りをシュ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 ってやってるんですね。だからエルメスに行くけれども買えない時、もう香りが覚えてるんです。香りを、香りが覚えてるんですよ。香りをってよくわからない単語なんだけど、あの脳がね、エルメスのお店に行ってる時に、あー素敵だな、買いたいなと思ってるけれども買えない、でもワクワクしてる、ときめいている、その時ね記憶があるんですよ、お店の香り。それがこのね、ナイルの庭、ナイルの庭がもうエルメスを象徴する香りだから、もう昔ね本当にエルメスに行きたいけれども買えない時はこれを買いで、もう頑張る、仕事頑張るっていう点ね、テンション上げてました。いや単純に実際本当ね、これを嗅ぐとあの頃の気持ちを思い出すんですよ。だから香りが好きでつけるっていうよりかは、あの頃の私を思い出す、これモチベーション上がるんですよ。頑張れって、あの頃今より頑張ってたよねって思うの。めっちゃ頑張ってた時期があったから、やっぱ涙出そうって思う。まあ、ダメだ、 YouTube で何回も泣いてるからもう泣かない、ちょっと恥ずかしいもん。はい、でさっきのねこのね、エルメスのこのナイルの庭は本当に私の青春ですね。はい、で次にね、こちらじゃん、リシの庭、こちらは 30ml で1万円以内で買ったものなんだけど、あの香り的に言ったら私はぶっちゃけナイルの庭よりこのリシの庭がもう最強にやばすぎる、もういい匂いすぎてダメ、もうダメたまりませんっていうぐらいいい匂い。ちょっとなんかよくわかんない、なんかあーとかなんだろう、関西人みたいな会話になってるからちゃんとご説明しますね。こちらはちょっと調べたら BTS のジョングクが愛用しているそうですらしい、わかんない、私はそのジョングクさんがどんな人かわかんないんだけど愛用してるみたい。 BTS 好きな方チェックですよ。これは金柑とジャスミンが織りなす香りです。いやこれもね、公式ホームページをちょっと読ませていただきますね。リシの庭、湿った小石、ジャスミン、金柑が共存し、現実と幻想の狭間に漂う瞑想の庭。瞑想の庭、瞑想、はい、これは公式ホームページによると、生い茂るジャスミン、金柑、樹液を思い起こす香りということで、こっちもすごくフレッシュな香りなんだけど、ジャスミンって書いてるけどあんまりジャスミンの香りしない。もうね、もうザ・エルメスって感じ。なんでかって言って、私はねこれが発売されたのが2015年なんですね。だから2015年の時のエルメスのお店の香りってこればっかりだったと思う。というかさ、本当私がよくめちゃめちゃエルメス行ってた時期に、もういつも店内がこれだったからさ、もうめちゃめちゃこれ買って家でかけてエルメスって浸ってましたよ。はい、かけよう。めちゃくちゃやばいです、瞑想の香り、瞑想したくなる。あ、レオン君もふんって言った、ごめんね、レオン君、ワンちゃんがいるのこっちに。はい、こちらの香りはですね、金柑の甘くみずみずしい香り、そっから少しずつミントの清涼感をベースに柔らかく可憐なジャスミンが出現してくるの。まったりとリラックスできるアロマの世界に誘ってくれます。でこのリシの庭も柑橘系だし、
こっちのナイルの庭も柑橘系で、両方あの男女兼用ユニセックスで使えるから彼と使っても良いかもね。でリシの方が若干トップがグリーンっぽいかな。で香りで言ったらこっちがレモン系、こっちがグレープフルーツ系って感じ。私の好みとしては香りはこっちです。圧倒的にこっちが好き。もう本当に何回でも嗅ぎたい。もう実は最近ね、これそのモチベーションを上げるために使うっていうよりかは、買わないけれども自分の思い出としてディスプレイしていたんですね、うん、やっぱこれを見ると思い出しちゃうんだよね。これを買った時の思い出っていうのは、自分に気合を入れたり、エルメスのお店に行く時って毎回すごくワクワクをして、はぁ、もう本当に宝探しで交渉戦が繰り広げられて、ドキドキワクワク、何が出てくるか分かんない、バーキン、キャリー、コンスタンスがあった時のドヒャーみたいなの時も香りでもう記憶に残ってるんですよね。でそういう香りがやっぱね、この2つを嗅ぐとね思い出されるの、うん、でこの庭シリーズも6つ出てるんだけど、一番メジャーで一番人気はこのナイルの庭、長いしね。これは2003年に出ているから本当にロングヒットで、もザ・エルメスって感じで、こっちが2015年に出た香りで、割とまだ5年ぐらいなんですけど、これもザ・エルメスって感じの、もうどこにもない独特なんですよ。本当にあのどこにも嗅いだことがない、こっちもどこにも嗅いだことがなくて、だいたい香水ってさ、なんか似てるなとか、あっぽいなとか、なんか類似品みたいなのってあると思うんだけど、これ真似できないと思う、作れないと思う。まあ本当にオンリーワン、唯一無二なんですよ。だからこれはもう何回も嗅いちゃうんだけど、はい、たまりません。だからね、エルメスアイで、その当時の私は香水ってもういつでも買えるし、そんな高くないから、高くないっていうか、まあでも1万とかするから高いかな。まあでもエルメスの中ではすごく安い方なんですよね。だから本当にファーストエルメスではないと思うんですけど、ファーストエルメス多分私バッグだった気がする。バッグですね、バッグ。もうそのバッグどっか行っちゃったよ。はい、でまず話は戻しまして、この香水を嗅ぐと、もう私の青春真っ只中、まあ、今も青春なんだけど、あの頃は本当に失うものが何もない、何にも怖いもの知らず、だけれども夢があって、好きなものもあって、あの頃の私は20歳ぐらいの時からいつかバーキン手に入れるんだと思って、でも店頭にないんだよね。でも欲しいから行くんですよ。でも毎日自分のビジョンマップとか見て、いつか手に入れるんだ、自分で働いて稼いでこれを手に入れる、自立した女性になるんだって思って、そういう私が夢を大きく描いていた時に嗅いでいた香り。だからエルメスに行った時にもうこれをね、嗅いでインプットして、頑張れ私、できるできるできるって自分を奮い立たせていた思い出の香りとなります。うん、から香水って脳の記憶に残るじゃない。だからもう当然さ、今だってさ、いろいろとさ、しんどいこととか、めんどくさいこととか、鬱陶しいこととかってさ、あるんだよね。もうそんな時でもね、やっぱいろいろ乗り越えてきた今があるじゃない。いろいろ乗り越えてきたのよ、私もそれなりに。その時にね、こうやって嗅ぐと、頑張れ頑張れ私、頑張れって、まだまだできると思えちゃう、そんな香りのご紹介でした。本日は私はテンションが上がるエルメスの香りのご紹介をさせていただきました。私のエルメス愛も伝わったでしょうか。公式 LINE ではどんな女性も一流男性から愛される方法7 days を7日間配信しておりますので、ぜひ概要欄から登録よろしくお願いいたします。この動画が良かったなと思ってくれた方は高評価、コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方がいらっしゃれば、チャンネル登録もよろしくね。では皆様のお好きな香り、そしてテンションが上がる香りがありましたら、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。そして私もね、この香水を久しぶりに嗅いでね、今すごくテンションが上がっております。人生まだまだ頑張るぞ、楽しむぞと思っております。皆さんも一緒に夢を叶えていきましょう。いいですか、皆さんもできるできる、絶対できます。本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。 YouTube 毎日6時に配信しておりますので、ぜひ次の動画もお楽しみください。それではまたねー。You always make me young.